皆さんこんにちは、マッケンです。ということで今回は阿蘇の映像です。しかしこの映像は実はですね、去年の4月に撮影したものでして、まあこの YouTube の活動をですね、もう本当にし始めてですね、再開してすぐの頃に撮った動画です。ただこの頃は、ドローンの空撮以外はですねやろうとは思っていなかったので、まあ今オクラから出てきてですね、このようになったわけです。で早速これ見えてきたんですけれども、これですね、左側に見えてるあの小高い目の前に見えてますけど、これが米塚というですね、国の、なんか重要なものになっております。これ火山なんですよ。で目の前に見えているものもですね、あの木島岳と言いまして、こちらも火山になっております。ちょっと場面は変わりましてですね、こちら草千里、はい、ここも火口なんですけれども、こちらがですね、まあ、阿蘇山観光の一番の名所と言ってもいいのではないかと思われます。もう一つはですね、大観望というですね、この阿蘇五岳ですね、こちら涅槃像に見えるんですけれども、こちらを一望できる、そういったところがあるんですけれども、そちらと、まあ、双璧をなす阿蘇の、まあ、観光名所となっているわけです。で3つ目、目の前にですね、もう噴煙が出てるんですけれども、こちらに行きますとですね、阿蘇の噴火口の方に行くことができるんですけれども、2009年のですね、4月の時点でもうすでに、確か、噴火レベルがですね、2かなんかになってまして、まあ、火口に行くことはできなかったわけです。それにしてもこれアクションカムで撮ってるので遠くに見えますが、結構近いんですよ。初めて来た方は結構恐怖を感じるかもしれません。そして臭いんですね。でこちら、去年の菜の花ですね。場所は変わりましてですね、こちら結構写真とかでもですね、異世界のようだとか、トトロの森のようだとかですね、いろいろ話題になりました。そうです、上式見熊野今須神社というところになります。でこちらですね、非常に社殿までですね、参道が遠く、そしてそこがですね苔むして非常に綺麗になるということで有名なんですけれども、まあこれは4月だったのでまだ苔とかはそんなに生えておりませんでですね、そこまで幻想的かって言われるとですね、そうでもないなというぐらいでした。ただ夏になるとここ苔むしまして本当に幻想的になるそうです。でここがですね結構本当に参道長くてですね、これ途中で走っておるんですけれども、まあずっと続くわけですね。まあ最初の方は結構斜面緩やかなんですけれども、だんだんですね階段がですね急になっていきまして、そして最終的には階段が詰まってこのようになります。いや結構昔からですね本当にあった神社なんだろうなと思わせるものですね。でこのように石垣の隙間に花も咲いているわけです。でこれが本殿なんですけれども、まあやはり町の神社といった感じで結構こじんまりとしてる感じですね。まあ町の方々がですね氏神様として、祀られているという感じの神社でしょうか。でこの奥にですね坂道が実はございまして、こちらに行かないとですね実はこの上式見熊野今須神社に行く意味はないと言われております。でこの上の方にですねちょっと見えてきましたけれども、あそこにですね光さす穴のようなものが見えてくると思います。でこちらまでですね登っていくんですけど、ここはですね結構大変でした。はい、まあ私は全然大丈夫だったんですが、でここが宇毛と洞窟ですかね、宇毛と岩という名前でして、こちらはですね受験とかですねそういったところで合格すると言われている場所になっております。本当にパワースポットなのでぜひ皆さん行ってみてください。でこれがまた菜の花ですね。いや本当に素晴らしいところでした。また行きたいんですけどね、早くコロナ収束してほしいもんです。そして帰りにですねこのようにジェラートをですね阿蘇坊の里で食べまして、この旅は終わりとなりました。まあ言うてみてですね、この頃は本当に何かをしようと思ってなかったので、結構素材がですね非常に使いづらくて、まあこういう簡単な説明になってしまいましたが、この状況が変わってきましたら私ちゃんと活動再開しますので、またよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。